こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本と申します。本日はこのタイトルにあります通り、文献情報に関連するサービスという形でこちらで紹介させていただきたいと思います。で、私の所属はデータベースセンターということで、今回お配りしているこの資料の中では、この LBGC っていうこのパンフレットの中に入っている、この、これですね。これがライフサイエンス統合データベースセンターの、紹介されしているパンフレットになります。で、現在はこの NBDC と共同研究という形でプロジェクトを進めておりまして、でその中でいくつかデータベースに関するいろいろなサービスを開発提供しております。で本日はその中からいくつか私が関わっているものについて紹介させていただきたいと思います。で合わせて文献ということなので、パブメドの検索についてはもし時間があれば後でいろいろとティップス的なものを紹介できたらと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、最初にそのいうわけで文献の情報ということなので、皆さんもちろんライフサイエンスという、生命科学に関連することであれば、このパブメドっていう検索サービスは使ったことがあるとは思うんですけども、これは大体毎日使ってるとか、時々使うっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？どんどん使ってらっしゃいますよね。はい。ですね。で、この中で、最近のニュースという形では、こういう形で、ちょうどこのサービスが無料で開始されて20年になったということで、ちょっとしたニュースが発表されています。で、これ、なんか今年は、2016年なので、1996年にパブメドというサービスが始まったということになりますけれども、実際に、正式なリリースというのは1997年なんですけども、96年に試験的にスタートされたということで、20年ということになっています。で、その20年前にちょっと遡ってみますと、こんな感じで、これが、左側の、軸が、パブメドで検索対象になっている文献の件数になりまして、で、右側の軸が、毎年どれぐらい新しく文献の情報が追加されたかというふうになっています。で、2016年の今の現在ですと、2600万件を超えてるんですけども、これ、ここで見ていただく、ここの線がその20年前の96年、というか正式に、サービスが始まった97年なんですけども、この当時、米国の NCBI で初めて、メドラインというその文献のデータベース自体は当時からあったんですけど、それに対する無料のインターネットを経由した誰でも使えるサービスという形で立ち上がったっていう意味でパブメドが97年ですね。でその当時アメリカは副大統領としてゴアさんがいたんですね。でゴア副大統領がこのパブメドが初めて無料で誰でも使えるようになりましたよっていうセレモニーをやってます。でこの隣にいるこの方がNCBI のダイレクターのリップマンさんで、ブラストを共同で開発した方ですよね。でこの形で、ここで初めてパブメドの検索をしたのが当時の副大統領のゴアさんだったという形で、大々的にセレモニーがなされています。でその当時、どんな感じ の数字だったかといいますと、ここに書かれている通り、検索対象となっている文献の情報は大体1200万件。で、この96年から97年の1年間で、大体ここに書いてある45万件から46万件ぐらいが新しく追加されていたという状況でした。でその後このような形でもう指数関数的に増えてまして、で、現在どんな感じになっているかといいますと、こういう形で、7月3日時点で見ますと、2620万件がパブメドで検索できるような文献の数になってます。で去年だけで、110万件ぐらい追加されてます。でこれを365日で割ると1日あたりもう3000件を超えてます。でこれをさらに割ると大体1分で 2件ぐらい入ってるわけですよね。だから30秒に1件ずつぐらい入ってるっていうすごい数になってるんですよね、これ。なので今ここで話してるだけでもどんどん追加されてるというような感じで、さらにその検索対象になっている文献を発表している学術誌という形では5500誌が入ってますので、これは特にアメリカに限らずなんですけども、全世界さまざまな学術誌5500件がその2600万件の文献を発表しているという形になっています。それでパブメドは最近ですと、PC からのアクセスだけではなくて、スマホなどのモバイル端末からも
アクセスしやすいようなインターフェースを構築してますので、あのそちらからのアクセスもかなり増えているということです。でこのモバイルのページだけで見てみましても、毎日250万件の検索が来ると。それで、あ、すいません、これはあの PC の方はあの全部で250万件来ます。でモバイル端末からそのうち12万件が来ているという状況ですね。で、パウメド全体では、まあ、1日あたりユニークビジットで160万件来てて、で830万件の書誌情報が毎日閲覧されているというような感じで、非常にあのサービスとしては大きなものになっています。でこのような文献サービス、ですけども、もちろんそれだけライフサイエンスの中の研究が進んでいるということなんですけども、あのご自身で研究を進めていく中で大事な文献情報というものはこれだけ増えているということは、どれだけあの効率よく必要なものを必要な時に見つけなくてはいけないということになります。でその中で、我々がいくらかその文献を探す時の情報を使えるものとして、あの別の切り口でサービスできるものはないかということで、いくつか作っているものがありますので、それを本日ご紹介するものです。はい、で今回はこの3つのサービスについてここで紹介したいと思います。で、左上から順番に時計回りでいくと、まあ、アリーというのとインメクセスとコリルというのがあって、でそれぞれここに書かれている通り、あの略語を簡単に検索できたりですとか、あのライフサイエンスの文献中で使われている英語表現を簡単に検索できるものですとか、あるいは引用情報を簡単に検索できるものといったものを、提供しております。で最初にアリーからいきますね。で、これはあのもうサービスを始めてから大体もう10年ぐらい経つんですけれども、これ、そもそも最初にあの始めたきっかけとしては、このメドラインの文献を見ていく中で非常にたくさんの略語が出てくるということですね。でこれもちろんあの皆さんよくご存知の略語もたくさんあるとは思うんですけども、まあ、このここに書かれたあの図はそのメドライン2500万件中に出てくる略語 の, あの出現頻度を字の大きさに反映させたものなんですね。でまあ、当然 CI とか CT とかよく見るものもあります。こういうものがまあたくさん出てきてますっていうことなんですけども、これあのご自身の研究分野であればそれぞれの略語がどんな意味で使われているかっていうのはすぐ簡単に分かるとは思うんですけども、実際とし問題として略語っていうのは多義語であることが多いんですね。なので必ずしも自分の分野でなくなると、その同じ意味で使われているとは限らないわけです。でさらにこれ文献がたくさん出てるっていうことで略語もどんどん作られています。ですので我々がちょっとあの機械的に毎月測ってみてるんですけども、それだけでも100前後の略語がどんどんできているわけですね。なのでこんなような状況の中で、まあ、あのどれだけこう自分に関連するものだけであっても全部の略語がどんな意味で使われているか、新しくどういうのが出てくるかっていうのを全てあの見つけるっていうのはなかなか難しい状況になっているんじゃないかと思います。で例えばこので挙げてますけども PC っていう略語ですけども、これはあの一般的にはパーソナルコンピューターで皆さんよく使われていると思うんですけども、実際このライフサイエンスの分野ですとプライマリーケアですとかプロステートキャンサーとかいろいろな意味で使われています。そういうわけでそれぞれその簡単に一つの略語であっても、このそれぞれのライフサイエンスの分野の各フィールドでどういう意味で使われているかということが簡単に分かるようになると、それぞれ例えばこれからあの共同研究がたくさん増えてますけれども、新しい共同研究先の人たちとどの分野でどういう英語あの文献では使われているかとか、あの新しい分野に自分で研究を始めようとしたときに簡単にその分野でどういう略語が使われているかが調べられるといいんじゃないかということで作っているサービスになります。はい、でそういうわけでこの生命科学の略語を簡単に調べる方法はないかと。でしかもまあ、いわゆる普通 の, あの辞書であればあの出版されているものもありますけれども、先ほどお伝えした通りに毎月100件ずつぐらい新しくできているぐらいですから、あの辞書を毎月新しく更新するというのもなかなか難しいので、これは機械的に自動的にやってすぐに検索サービスという形でアクセスできるようにした方が便利ではないかと考えています。ということでこんな形で今あの動いています。メドラインのタイトルとアブストラクトを対象にして、そこから機械的にこういうあの略語とそれに対応する展開系っていうものをあの取得して、でそれをデータベースに入れていくということを行っています。でこういう形で集めたデータベースなんですけども、これがこんな形で最新のデータですと大体1700
5あ万ペアなんですね。これねちょっと万を入れるの忘れちゃいましたけども、機械的に取ってくるとそれだけ取れてきて、でそれが重複もありますから、重複なしのユニーク数でいくとだいたい303万5千の略語とその展開系のペアがメドラインの2500万件の中に入っている形になっています。ですのでこれをまず検索を簡単にしやすいようにするわけですけれども、その中で特にあの文献ですとちょっとあのハイフンがあるなしですとか、あのカンマが入ったりとか小文字と大文字の違いとかっていうのがちょこちょこあったりして、実際は同じ意味を示していてもそういう形であの文献の書かれている文字ペールスではちょっと相違がある場合があるんですね。そういうものはなるべく一つとして塊として検索できた方が便利ですから、機械的にその小さな差異、意味的には多分同じだろうっていうものもクラスタリングして、それをデータベースの中に収めるという形で実現しています。で、特にこのアリーの特徴なんですけども、まずその我々、まあ、日本でサービスを作ってますから、あの略語に対する展開系について日本語の大訳がすでにある場合はその大訳も一緒に検索結果に出すようにしています。で、これはあの手作業で当てていますので、あの全てにつけてられるという状況にはなってないんですけれども、なるべくあの文献中でたくさん出てくる展開系と略語については順番に頻度高い順に当ててますので、よく使われると思われる略語であれば、まあ、ほぼ全部ついているというような状況にはなってきていると思います。ですので、まあ、あの頻度順で上から見ていくと3分の2ぐらいまでは全部カバーされているというような状況で日本語代訳をつけています。で、それからあの新たにその略語に対する意味を調べたいというときに、あのどういった、研究分野でその略語が使われているかというのも端的に知った方がより自分がこれから探したい略語の意味を調べるときに便利だと思いますので、そういう意味でその略語と展開系が使われている文献が主に扱っている研究分野というものを一緒に検索結果に出力するという形でサービスをしています。そしてもちろんそれぞれの略語と展開系が出現している文献情報も出てますので、一番最初にこの略語が使われたのはどの文献だろうっていうようなことも簡単に調べることができるようになっています。で、ここで例えばここにあると、まあヘモグロビンとかの略語で HB っていうのありますけども、それについては1958に出てますよとか、そういったことが文献情報も簡単に分かりますと。で、このページのスクリーンショットですけども、こんな形で出てきますけれども、ここの左上を見ていただくとその経年変化が見ることができます。で、これはそれぞれその略語と展開系がその発表した年にどれぐらい文献で出てるかっていう件数が分かるようになってます。ですのでそれぞれこのHB という略語が、ヘモグロビンという展開系とともに使われている文献の数っていうのはこうざっと見ていただくとイメージとして年々増えているということが端的に分かるようになっています。はい。で、このアリーというサービスなんですけれども、もちろん今みたいにはこの一般的に PC を使って Google 等ヤフーなどと同じような感じで検索ボックスに自分の知りたい略語を入れて検索するっていう使い方もできますけども、それ以外にコンピューターのプログラムを使ってさまざまなその略語に関する情報を直接データベースから取得できるようなインターフェースも用意しています。で、こちらは、まあ、最近はもう使われてないですけどソープっていうのですとか、あとレストとか、あと最近よく使われ始めているセマンティックウェブの方で標準的な問い合わせになっているスパークルっていう問い合わせ言語があるんですけども、このスパークルっていう問い合わせ言語を使ってもこのアリーのデータベースにアクセスすることができるようになっています。はい。で、このスパークルというその問い合わせ言語を使うと例えばどんなことができるかっていう例がここに書いてありますけれども、これは研究分野がヘマトロジーである文献中に出てきている略語として最も多いものから順に列挙しなさいっていうような検索もできますということです。で、これを見ていただくとこんな形になってまして、ヘマトロジーの中で一番使えている略語とその展開系は AML のアキュートマイロイドルキミアになってますということが分かりました。で、これは、文献中にはここに書いてあるように一番、6036件来ている、
という感じになって、次に CMA と BMHB という形でそれぞれトップ10件がここに出ています。ですので、まあ、ヘモグロビンはこの分野の中でいうと4番目にたくさん文献に出てくるということが分かります。でこの、検索なんですけども、その一番ポイントとして先ほどちょっと説明しましたけども、文献中のその略語とそれにペアで出てきている展開系のセットを検索、機械的に抽出しているので、仮にそこに展開系に当たるものは書いてなくて、一つ例えば HB っていうしか書いてなくて、メドラインのそのアブストラクトに他にヘモグロビンっていう単語が書いてない場合は取ってないです。これはその両方セットになっているものだけを対象にしていますので、例えばその DNA みたいな感じで最初は両方書いてたと思うんですけど、最近 DNA の正式名称としてデオキシリボ核酸みたいなものを書いて括弧 DNA って書くような文献ではなかなかないと思うので、そういうものを検索すると、まあその経年変化のところで最近は全然出てきてないなっていう形にはなってしまうと思うんですけども、少なくとも最初に出てきた時は必ず文献にはその展開系が含まれていると思いますので、検索ができないってことはないと思うんですね。どんなに一般的な略語であっても一度でも最初にちゃんとある程度文献中で発表されているものであれば、このアリエを使うと検索ができるという形になっていると思います。で、もう一つの、そのスパークルっていう問い合わせを使ってアリエを使った例なんですけども、これは先ほど少し触れられていたユニプロットっていうタンパク質の統合データベースがありますけども、そのユニプロットのデータベースとアリエと合わせて検索をすることができますよというサンプルになってます。でこの、右下にあるこの部分がそのスパークルっていう問い合わせ言語なんですね。でこういう問い合わせ言語を書いて、でアリーの方にこう送ると、アリーが自動的にそのユニプロットにも検索をかけて、でその結果とアリーの中のデータの情報をジョインして、でその結果が出てくるような感じになってます。ですのでこの場合は、例えばここに何をしたかって言いますと、この右下に書いてあるこの日本語の長いフッ素18フロデオキシグルコースって書いてありますけど、このフッ素18のフルオロデオキシグルコースっていう言葉に対応する略語をアリーのデータベースから取ってきて、でそのデータベースの中にはこういう形で18の FDG とか 18F の FDG っていうのが出てきましたから、それに対応する今度エントリーをユニプロットの方から見つけてきて、でその結果からユニプロットのこのその対応するエントリーのリストが出てくるというようなことを行っています。でこれはユニプロットもそのスパークルっていう問い合わせ言語に対応したインターフェースを提供しているからですね。なのでそのスパークルっていうインターフェースに対応したデータベースであれば、こういうことが簡単にできるようになってまして、一つのデータベースではなくて複数のさまざまなデータベースを合わせて、ある値に合わせてキーをしてジョインができるというようなことが簡単にできますので、もし興味ある方はこの辺 の, 資料等に当たっていただければいいかなと思います。はい。で、これで探すとすぐに行けますので、あと、データベースセンターの方では動画のチュートリアルとして統合テレビというものを提供していますので、こちらでもアリについて簡単に知ることができますので、後になってどういったことができたかなっていうのを思い出したいとかいうときに、もちろん本日の資料を見ていただくのもいいですけども、こういう形で動画のチュートリアルも提供してますので、合わせて参照していただければと思います。はい。でちょっと実習という形でやってみたいと思うんですけども、この、例えば、去年ちょっと話題になった MERS っていうのがありましたけども、このMERS の展開系を検索しましょうということで、ちょっとやってみてください。あともちろん質問等ありましたらよろしくお願いします。サービス自体はとてもシンプルなので、特に難しいところはないと思うので、ぜひ本日このこういったサービスがあるんだってことを知っていただいて、これからの研究等で役立てていただければと思っています。
で、検索してみますね。ここに MES と入れるとこんな感じで出てきます。で、これなんですけど、先ほどスライドの方で説明した通り、ここにまず MERS に対応する展開系としてどんな候補があるかっていうのがここに一覧出てきます。で、MERS に対応するものとしては、まあ、これから探そうとしているミドルイーストレスピラトリーシンドロームがトップになっているので、まあ、これだなっていうのはすぐ分かると思うんですけど、まあ、他にもいくつかありますよってことがこれ分かります。で、その主な研究分野としては、伝染病という形ですね。で、それから、狂気略語というものが出ています。これは何かと言いますと、この MERS とミドルイーストレスピラトリーシンドロームって書いてある文献の中に同じように合わせて出てきている他の略語がどんなものであるかということが分かります。ですので、ここで狂気略語を見てみますと、まあ、SARS とか MERS の COV とか COV っていう形で出てますので、まあ、これはもう間違いなく、これ、去年流行った病気の略語だなってことを当たりをつけることができるようになっています。で、例えばここで略語バリエーションというのを見ますと、たまたま今回は MERS は MERS 以外にはないということで1個しかありません。で、展開系の方を見るといくつかこんな形で出てきます。これは実際にそのミドルイーストレスピラトリーシンドロームっていう言葉が文献中にはこんなふうにいくつかのバリエーションを持って出てきてますということを確認できるわけですね。まあ、最も一番多いのがそのそれぞれ最初のミドルイーストだけがキャピタル大文字化してあとは小文字になった使い方が一般的ですよっていうことが分かるので、まあ、もしこれから自分で何か文献書くときにこういうスペルアウトする必要があったときにどれを使うのが一番いいかなっていうのはこういうバリエーションの中で一番多いものを選ぶっていうのことも使い方としてはあるかなと思います。それで、まあ、この、まあ、MERS MERS 自体は最近の出てきたシンドロームですからあまり昔から使われているわけではなくて、2013年の13件が一番最初ということがここで分かります。で、ここの、文献リストは新しい順ですので、これを古いもの順にするときはこっちを選択するとこういう形で一番古いものから順番に文献リストが出てきます。2010年に一番最初に使われたということが分かります。そしてその文献はこれだったということで、このパブメドのページも簡単にアクセスできるようなリンクになっています。はい、よろしいでしょうか。狂気略語を見るとこんな感じですね。で、こう見ていくと MRS の MERS っていう表現よりも MERS の COV っていう風な略語の方が文献中にはたくさん出てきてましたよっていうことが分かりますね。で、そうするとこれはミドルイーストレスピラトリーシンドロームコロナバイラスっていう表現で使われていて、こちらの方が数としては文献中にたくさん出てきたっていうことを狂気略語を紐解きながら調べることができます。はい、よろしいですか。はい、ちなみにですけど、さっきの PC ってものが他にどんなものがあるかっていうのをここでも調べてみますと、こんな感じで、実はメドラインの中で PC のスペルアウト展開系で一番使われているのはこんな形で、ちょっとこのスクリーンだと見にくいんですけどね、フォスファチルコリン、フォスファチルコリンっていう、フォスファチジルコリンですね、っていう形を PC っていうふうに書いている文献が一番多かったんですね。なので、プロステートキャンサーやパンクレアティックキャンサーとか、プロテイン C っていう表現を PC って使っている文献もたくさんあるんですけども、圧倒的に多いのは2281回の、フォスファチルジコリンという形で使われている PC だったっていうことも確認しやすくなっています。
パーソナルコンピューターが10番目ですね。はい、よろしいですか。はい、次、じゃあもう一つのサービスに行きます。次、インメクセズというサービスです。で、これは、まあ、文献上に書かれている英語表現を検索しますけども、これ、なんでこういったものを作ろうかなと思ったかといいますと、まあ、特にその英語ネイティブであればそんなに困らないのかもしれないんですけども、ちょっと自分で英語の論文を書けなくてはいけなくなったとか、文献読んでいって、自分で何かしら新しいこうコメントを書きたいとかいうときに、まあ、よくあるこの前置詞がどうだったかなとかっていうのをちょっとうろ覚えになっちゃったりすることがあると思うんですね。でそれ他にまあ、リン酸化とかっていうちょっとスペルがあまりこう自分の言ってるローマ字的な表現とは違ってる場合とかでうろ覚えになっている時に正しいスペルはどうだったかなとか簡単に調べたらいいかなと思って、それでしかもこの分野としては生命科学なのでメドラインの中に書かれているものとしてどれぐらいその表現があるかっていうのを端的に調べる方法があると便利だなと思って作ったものがこれになっています。で、ここに書かれているように、アソシエイテッドだったら with っていうのはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、前置詞っていうのはたくさんあってそれぞれそのコンテキストに違よって変わってきたりするのでそれをすぐに調べるっていうのは便利かなと思っています。でもちろん Google 等でこう入れていっていくつかどれが多いかっていうのを見ていくのもありだとは思うんですけどこのサービスですと、まあ、検索対象が出るメドラインに限ってますし4文字入れるとそこから立ちどころにインクリメンタルサーチが始まるようになってますので非常にこう何度も何度もトライアンドエラーという形でどういうのがたくさん出ているかっていうのがすぐに分かるっていうことで便利かなと思っています。でこれもこんな感じですね。実際に、見つけたその表現がメドラインのどこのセンテンスに使われているかっていうことも簡単に探すことができますのでこの結果からさらにその先ほど見ているようなパブメドの具体的なページにクリック一発で飛んでいくこともできるようになっています。こんな感じでそのある自分が調べたいと思っている表現は具体的なメドラインの文献の中でどういうコンテキスト、どういう使われ方をしているかということを調べるのにとても便利かなと思っています。これもあともう一つそのやや高度な使い方ということで基本的にはその書いてあるものが具体的にそのパターンでどこに出ているかということを調べることが基本な使い方なんですけども他にそのここに書かれているような感じでこの was correlated with の was と correlated の間に副詞としてどんな副詞がたくさん使われているかというものを調べたいというような使い方もできるようになっています。でこの場合ですと、まあ、この positively とか significantly とか negatively というような感じで、まあ、それぞれ、まあ、この例ですと多分予想通りだとは思うんですけどこんな感じで副詞がメドラインの中ではどういう形で使われているかでそれがどれぐらいの頻度で出てきているかということも簡単に調べることができるようになっています、はい、でこれも直接手で入れることもできますしコンピューターのプログラムからこのデータベースに直接アクセスすることができるようにもなっています、はい、でこれも非常に簡単なのでそのまま使い方という意味ではすぐ覚えていただけると思うんですけどもこれちょっとやってみてください。さっきのそのクラレデッドウィズについてはこんな感じでこう感じですぐ出てくる。でこの検索が早いのが一つの特徴ですので何度も何度もいろいろと試しながらその場でメドライン中実際何件出てくるかっていうのを件数もすぐに分かるのでこの辺はかなり便利かなと思っています。でこれですとそのワーズクラレデッドウィズっていうのがメドラインの2500万件中で37,881 件ありましたよっていうふうな感じですね。でその次に副詞として入ってくるで最も多いのがポジティブリーで次がシグニフィカントリーで最後はネガティブリーとかそんな感じでずっと出てきますという感じです。でさらにここの最初ここでさまざまなところの他のデータベースにジャンプしていくような形ができるんですけども例えばこのシグニフィカントリー・コラレテッド・ウィズっていう表現がこのライフサイエンス・ディクショナリーっていうよく使われている生命科学の辞書のサービスがありますけどそのサイトではどういう形で前後のセンテンスとして使われているかっていう表現のページに飛ぶこともできますしそれから、
ここのメドラインセンテンスっていうところをクリックしてから、ここのもう一度クリックすると、今度はこういう形で全てのその先ほど何件でしたっけ、その15000件ありますけど、この15000件の全てのセンテンスがここで出てくるような感じになっています。でこの中で実際に自分でこれから文献を書くときの例文としてこういったものを参照しながら使っていくことができるという形になっています。でここのこのこれが PubMed ID になってますので、ここの PubMed ID をクリックすると実際のこのエントリーに飛んでいきます。こんな感じですね。それで何かこういうサービス機能もあると便利だなとかいうのもあればぜひ教えてください。例えば先ほど そのサンプルで言うと、例えばコントリビュートってやると何が起きるかというと、コントリビュート2が一番多いっていうのが分かります、確認できます。でこのパーマリンクっていうのもありますので、これを使うとここの URL が全てその検索した言葉も合わせた URL になりますので、これを他の方とシェアしたりしながら、この検索結果をそのまま保存していくこともできます。はい、よろしいですか。インフォメーションオブとかどっちが多いかとか、あれ入ってる、オンが一番多いですね。何々の情報、これに関する情報はっていう時に使われるのがインフォメーションオン、アバウトよりも圧倒的に多いということが、こういう感じですぐに確認することができます。よろしいですか。はい、次にコリルというサービスを紹介します。でこのコリルというサービスですけども、まずこれどんなものかと言いますと、まず一つの文献があったときに、これをまず文献にアブストラクトとついてますよね。でそれはその文献を書いた著者によるその文献の研究内容の要旨になってますけれども、その他にもしその文献が他の研究者の文献から参照されているとすると、その文献の中でその他 の, さんあの著者がそのこれから参照しようとしている論文の何かしらコメントを書くわけですよね、イントロですとかディスカッション でそれを全部集めていくと、これはそのある文献について第三者から見たその文献の要旨として使えるんじゃないかという形で考えております。でそういった他の第三者が見たある文献に関するコメントをまとめて簡単に調べることができれば、これから自分が研究しようとしている対象の文献について何かしらもうすでにどういうことがそのコミュニティの中で行われているかですとか書かれているかってことが簡単に分かって便利じゃないかと思って作っているものです。でそれから他にもまたこの英語の文章についてっていうことにつながるんですけど、執筆しているときに自分でこれからある文献を引用しようとしているときに、すでに他の著者がどういう形でそのセンテンスを文献として英語の表現としてコメントしているかってことも端的に分かりますので、自分で書くときの参照文として使うこともできるんではないかと思っています。でさらにこのコリルというサービスでは、そのある文献を他の文献が参照しているときに同じ合わせて参照している文献があれば、それも見つけることができるようになっています。でこれは特にその Amazon 等で出てくるのと同じようなサービスになってまして、例えばCD の本が一つ選ぶと、この CD を買っている
人はこんな CD も買ってますって出てくると思うんですけど、それと同じようにこの文献を参照している他の著者はこの文献も同じように参照してますよっていうのが出てきますので、そういうものを見ながらその一つ文献を見つけた時にそれと合わせて皆大体この研究分野で参照されている文献はどんなものがあるか、どういう研究が同じような形でサーベイされているかってことが簡単に分かるようになるので、これも自分のこれから研究を新しく始めるときには特に便利になるんじゃないかなと考えています。で、その辺を簡単にするような形で作ったものなんですけども、これどういうふうに作ってるかと言いますと、まずパウメドとは別に PMC っていうのがあるのはご存知ですか ？PMC のレポジトリを使ったことがある方はどれぐらいいらっしゃいますか？あんまり多くないですね。これはどんなものかと言いますと、パウメドはもちろん、オープンアクセスだけではないものもたくさん入ってますけども、PMC は基本的に誰でもフルペーパーが無料で参照できるようなサービスになってます。で、こちらに入っている文献の数っていうのは、パウメドが2500件に対してあまり多くはないんですけれども、それでも最近はどんどんフルテキストが読めるような文献が増えてますので、現在だいたい131万件というものが特にそのオープンアクセスのジャーナルとして見られるようになっています。これはその PMC 自体はもっと実はオープンアクセスじゃなくてもフルテキストをオンラインで読めるジャーナルが他にもあるので両方入っているので、もっと PMC で読めるフルテキストの文献数はもっと多いんですけども、特にその中でもオープンアクセスのジャーナルということで機械的にダウンロードして丸ごとそれを再利用して他のサービスにも使えるようなライセンスで提供されている文献のセットっていうのがだいたい今131万件ありますので、これを使って今のようなサービスを構築しています。で、数としてはそのパウメドの その2500万件から見ると、131万件なので 5% 強の割合でしかないんですけれども、これは年々どんどん増えてますし、割合が高まってきてますので、特に例えば2000年以降のものだけとか、2010年以降のものっていう見ていくと、割合はもっと高くなっています。で、さらにその今年の4月、3月かな、春頃にその新しく同じようにフルテキストがコンピューターの機械的にダウンロードして使えるようになった文献としてたくさん追加されたものがあります。で、それは何かと言いますと、その NIH の米国の NIH の機関がファンドを出している研究ってものを、もしその研究の成果として文献を発表したんであれば、それはオープンアクセスジャーナルであろうとなかろうと全て PMC にデポジットしてくださいっていう決まりがあるんですけど、そこに与えられた文献も全て同じような形でダウンロードできるようになったんですね。なのでこれも含めてかなり数が増えています。のでそういったものを合わせて今回のそのコリルっていうサービスを構築しています。ですので例えばセルとかサイエンスとかネイチャーみたいな形でオープンアクセスジャーナルではないんですけれども、その研究の成果自体がNIH からのグラントでもらった結果であれば、それがこういう形でアクセスできるようなものも増えているっていうことになっています。で、この先ほどちょっと口で説明したものがこんな感じになってますけども、まず調べる、検索対象となっているのはこんな左側の引用記述というものになっています。で、あるパウメド ID の文献があればその文献を、参照している他の文献で具体的にどんなコメントなりセンテンスの中でこういう文献を引用しているかということが端的に分かるようになっています。で、それから強引用と言われているものなんですけども、このある文献 A を参照している文献は合わせて文献 B も参照してますよっていうような感じの合わせていつも参照される文献があればそれも検索結果に反映するような形になっています。なので、使い方としてはまたパウメドのインターフェースと似たような感じになってるんですけども、最初にパウメド ID が分かっている場合はパウメド ID そのまま入れてそこから検索もできますし、まず ID が分かってない場合はパウメドに入れるキーワードと同じような形でここの2番のこの四角のところに何かしら自分の興味あるキーワードを入れて、でそれから出てくるそのパウメドの検索結果が出るんですけど、それから自分の目当ての文献を見つけたらそれを選択すると、それを参照している他の文献が一覧として出てくるような形になっています。はい、こうですね。これが
そのパブメド検索を裏でやってるところですね。あのキーワードを入れると実際にパブメドの方に検索をして、でその結果が返ってくるような感じになっています。でそこから一つ選ぶというあのステップになっています。でそれからその出てきた結果をのリストなんですけど、これをいくつかの方法で並び替えできるようになってまして、で初期設定ですとあの発表されたあのの最も新しいものから順番にあの表示されます。これはあのパブメドの初期設定と同じ形になってますけれども、その他にいくつかありますが、ここに最近追加された機能としてこのサイテッドバイっていう方法があります。でこれは何かと言いますと、この、この場合ですと、またこれちょっとちょうどスクリーンが消えちゃうぶつかってるんですけど、これ iPS に関する文献なんですけど、この iPS に関する文献を参照する文献がこれだけ出てきてるんですね。でその中で特にここの並び順をどうしたいかといいますと、ここがサイテッドバイってなってる場合は、そのそれぞれの文献がさらに他の文献からどれぐらい参照されてるかっていう数の多さで、並び替えられます。ですのでこれを参照している文献がこれで、でこの文献はこの参照している文献の中で最もよく他の文献から参照されているものですよっていうことが分かるものです。ですので、まあ、特にその他の文献のある文献を参照している文献の中にたくさんあった場合に、どういう方法で一番上に来てほしいかっていう中の一つとして、最も他の人からまあさらにその参照されているような文献を一番前に持ってくるっていうような形で端的な情報を得るっていうこともできるようになっています。それで、あとこっち側ですね、この左側のあるこの関連論文っていうのがその、共引用というもので、この文献を、参照している文献は合わせてこういう文献も参照してますよっていうものが出てきています。はい、じゃあこれも、でこれも全てその、コリルのデータベースそのものは丸ごと FTP で取得もできますので、データそのものを使って全く別の新しいサービスを作るということもできますし、先ほど簡単に紹介しましたそのスパークルっていう問い合わせ言語でこのデータベースにアクセスすることもできるようになっています。でその、例えばこれなんですけど、この、スパークルっていう問い合わせ言語が具体的に実はこのコリルのサービスの中では全て裏側で使われてまして、先ほどのこのあれ違う行き過ぎた、このこれですね、こういう検索結果っていうのは裏側でそのスパークルっていうのを使ってまして、でこの結果を得るためにどういったクエリを投げたかっていうのが、ここの小さい、ちょっとこれだと画面が見えにくいんですけど、ここにスパークルクエリっていうのが小さなリンクがありまして、そこをクリックすると具体的にこの結果を得るために使ったクエリを見ることができるようになってますので、これからそのスパークルっていうものを使って何かやってみたいという思っている方は、こういったものを参考にしながら自分の独自のクエリを作っていただくっていうのもありかなと思っています。これちょっとやりましょうね、実習で確認できますので後ほど試してみてください。でこれも同じように動画のチュートリアルもありますし、こういった形で資料もありますので後ほど確認していただければと思います。はい、じゃあちょっとこれやってみましょう。コリル でこれサンプルを、ここの ID が PDB の ID、 PMID なので、こういう形で PMID が分かっている場合はこんな感じで出てきます。でこの PDB の文献を参照している他の文献がこんな感じにありますと。でこれがデフォルトの初期設定なので、今のところこの文献が一番新しいということで並べられてますけども、ここをこのような感じでサイテッドバイって形にすると、このプロテインデータバンクの PDB の文献を参照している文献の中で最も他から文献参照されているものはまっすぐでしたよってことが分かると。で以下こんな感じですね。これが全部で1033件、このコリルの中のデータベースとして1033件の他の文献からこのマッスルの論文を参照していることが分かるということになります。でさらにその合わせて参照されている文献リストっていうのがこっちの関連論文の方に出てきてまして、
で、PDB の文献を参照している文献は、で最も同じ合わせて参照されている文献が GAP と BLAST と SciBLAST の文献でしたよという感じですね。その他、ディクショナリオプロティンセカンダリストラクチャーとか SCOP とか、あと、BLAST の論文も合わせて参照されています。で、ここにクラスタル W があって、で、それからクラスタル W& クラスタル X っていうのもあります。でも、クラスタルオメガはなぜか出てこないんですね。それやっぱ数がまだちょっと年代が離れすぎているので数としては出てこないんですね。でもここでこのクラスタル W& クラスタル X を入れるとここに出てくるんですね、ちゃんと。このここにクラスタルオメガの論文が。こんな感じで、そのある自分が使っているツールに関する文献を入れていくと、こんな感じで関連する文献がたくさん、そのツールとしてどんなものがあるかっていうのも調べることができて、ある一つの研究コミュニティのサーベイをするときにも非常に役立つのではないかなと考えています。そうですね。それで、あとここをクリックすると、そのこういう感じで新たにそのここをクリックした文献を対象にして、それを参照している他の文献を見るっていう形の検索ができるようになります。で、ここでイヤーの他に、サイテッドバイと、あとセクション単位での検索ですとか、それからあとはタイトルですね。タイトルの ABC 順の検索と、あとはそうですね、PubMed ID の順という形での並び替えができるようになっています。で、あともう一つのそのキーワードを入れる、PubMed 検索の方からの検索方法ですけど、これはここに、PubMed に入れるのと同じキーワードを入れていただくことで検索することができるようになっています。で、ここに例えば、何にしましょうかね。この例をそのままコピペしてみますと、こういった感じで入れると、こんな感じで出てきますね。これが今、検索キーワードを入れると、その場でパーメドに検索に行って、それを検索の結果がここに返ってきます。おっとっとっと。で、ここに出てくる検索の中で、この左側のこの数字なんですけど、この数字がこのコリルのデータベースの中で、どれぐらいこの文献を参照している文献があるかっていう数字になりますので、この場合8であれば、このコリルを検索すると、その8件検索結果が出てくるということが分かります。これが33件とか3件とかですね。で、この、例えば0っていうのは、現在このデータベースの中にこの文献を参照している文献はないっていうことが分かりますので、これを選択しても何も得られないっていうことが分かります。例えばこの48件というのをこのクリックするとこういう形でその文献を参照している他の文献の48件がここ出てくると。ここに合計48で出てますね。はい。ですのでちょっとここのこれを実習の内容をちょっと試してみてください。もちろんここに書いてあるのはあくまでも例ですから、もちろん自分で何かもっとすでに興味持っているものがあればそれをやってみていただいて、で何か期待しているものと違っていたりですとか、何か共同がよく分かんないっていうことがありましたらお知らせください。パーメイド ID の数字のところをクリックすると、これが、ここの一番上に来る感じの検索が実行されまして、で、この他に、このパーメイドのアイコンがある場合、ここのアイコンをクリックすると、実際のパーメイドのページを見ることができます。でそれから、PMC をクリックすると、PMC のサイトにアクセスできて、これでフルテキストをすべてこんな感じで見ることができるようになっています。
で、この PMC のサイトを見ていただくと、ホームページに行くとこんな感じで分かるんですけども、現在そのフルペーパーがまあフリーでアクセスできる文献の数として390万件ありますよということが分かります。で、まあ、390万件のうち、これに入っているその130万件というのは、その特に再利用が可能なライセンスとして提供されているもので、それがダウンロードできるんですけども、それ以外の残りの部分については、このサイトで具体的にフルテキストは見るんですけども、それを機械的なダウンロードはできないというライセンスになっているものです。で、ジャーナル数は1895、実際今ありますね。その他にこういう感じのこの今年、1月でしたね、すいません。1月にこういうアナウンスがされてまして、その先ほど言いましたように、その NIH のファンドを使って出てきた成果の論文は、どのジャーナルであっても、ここにフルペーパーを出しますよっていう形で、それが自由に取れるようになってますというものです。30万件追加されましたね、1月に。何か質問とありますか？大丈夫ですか？ついでにパブメドの最近の傾向としてどんなものがあるかというと、これ先ほど一番最初で軽く触れましたけども、このパブメドモバイルっていうところがあるんですね。これをクリックしますと、このモバイル端末向けのパブメドのサービスのページに飛ぶことができて、で、このページならではのサービスとして一つ注目するポイントとしては、このトレンディングアーティクルズっていうのがあります。これは何かと言いますと、これは最近3週間分の中で特に検索される文献が出てくるんですね。一番よく検索されて閲覧されている文献の頻度順にここにリストアップされています。ですので、現在そのパブメドの利用者がどういった文献をたくさん参照しているかっていうのがここに出てくるんですね。で、これはまあ大体その2016年の発表の論文ということで、その今話題になっている文献を見ることができるんですけど、その他にも時々ちょっと昔の文献がここに上がってくることがあって、で、これは例えば何かというと、そのノーベル賞がこう決まりましたっていう時に、そのノーベル賞を得たその受賞者の最初 の, その論文がどれだったかっていうの時に、みんなバーってこれを調べたりするんで、そういう時に例えばこれが周りが2016年なのに一つだけ1990年とかって出てきたりするんですね。そんな感じで、そのここのトレンディングアーティクルズを見てると、このライフサイエンスの分野で今どんなこう人だ話題が検索されているかっていうことがちょっと掴むことができるようになっていて、ちょっと面白いかなと思うので、時々見てみるといいかなと思います。で、今だとこんな感じですね。大体やっぱり新しいのが多いんですけど、2013年っていうのがちょっとあるんですね。醤油を飲みすぎた時のなんか問題とか、何かあったんですかね、これね、ニュースかなんかで。他は大体2016年。そうですね、こんな感じで、これ本当モバイルだと初期設定でこのページに飛んでいくんですけど、 PC の場合はこっちに来るので、あれ、そうですね、その場合で今みたいにトレンディングアーティクルズを見たいなと思ったら、このパブメドトゥールズの一番上にあるパブメドモバイルっていうのを見てみると、こういう感じで行くことができます。で、ここを見てみると、最近誰多く参照されている文献は何かということを見ることができます。だいたいいいかな、はい、何か質問等あればお願いします。ちょっと早いですけども、いいですか。はい、どうもありがとうございます。